ノルトマルク。北のビルング辺境伯領と南のオストマルクの間にあった。ノルトマルクは965年に広大なゲロ辺境伯領が分割された際に創設された辺境伯領。もともとは辺境伯領の北側の3分の1を含み、ベンド人から奪った地域からなっていた。983年のリューティチ族の反乱以降、12世紀にアルブレヒト1世がブランデンブルク辺境伯領を創設するまで、ドイツによる支配が及ばなかった。983年のリューティチ族の反乱時のノルトマルク及びビルング辺境伯領内の部族、民族移動時代に多くのゲルマン人がローマ国境に向けて移動し始めた。一方、北方領域ではゲルマン人に代わって主にスラブ人が定住した。最初のスラブ族はアバール人がヨーロッパに侵入した後、720年までには確実にブランデンブルクに入ってきている。それらのスラブ人はモラビア経由で入ってきているが、モラビアには7世紀半ばには到達していた。残ったゲルマンのセムノニ族はそれらのスラブ人に吸収されていった。シュプレー川沿いに定住した人々の集団は、シュプレバン族として知られるようになる。彼らは、現在のバルニム大地とテル島にあたる、ハーフェル川とヌテ川によって形成される線の東側に定着した。また、ケーペニックのシュプレー川とダーメ川の合流地点に、中心となる要塞を作った。ヘベリ族はその線の西側、現在のハーフェルラントとサウヒエにあたる地域に定住した。彼らは、ハーフェル川の古ゲルマン語の名称であるハブラから、ハベリと名付けられたが、自らは、シュトドラニーと呼んでいた。彼らは、中心となる要塞をブレンナに建設した。ヘベリ族は、ベルリンのシュッパンダウ要塞の地に、広大な開拓地を作り上げた。シュプレバン族及びハベリ族は、近隣のゲルマン人だけでなく、スラブ人とも戦った。808年のザクセン戦争における勝利の後、カール大帝は同盟を結んだスラブ人にエルベ川とバルト海に挟まれたザクセンの地の一部を与えたが、その後しばらくの間は平和な時期が続いた。ブランデンブルク及びハーベルベルクの司教区が940年頃に置かれ、異教徒のスラブ人のキリスト教家が始まった。東フランク王ハインリヒ1世は、928年から929年にかけてブランデンブルクを征服し、オーデル川までの部族に税を課した。948年までに後継者のオットー1世は多くの異教徒に対するドイツの支配を確立したが、それらの異教徒は同時代の人々によってスラブ人もしくはベンド人とされている。辺境伯領の主な役割はドイツ辺境の防御であった。965年の辺境伯ゲロの死後、広大な辺境領は、オットー1世により5つの辺境伯領に分割された。ノルトマルクはその時創設された辺境伯領の一つである。その他の辺境伯領は、オストマルク、メルゼブルク辺境伯領、マイセン辺境伯領、そして、ツァイツ辺境伯領である。983年の反乱は、リューティチ族により始められたが、ノルトマルク、ビルング辺境伯及びその地の司教はその後も任命されたものの、それらの辺境伯領や司教領の事実上の廃止された。11世紀の半ばにリューティチ族の同盟が決裂するまで、ノルトマルクへのドイツの領土拡大は行き詰まり、エルベ川東側のベンド人は約150年にわたって独立を保った。12世紀の初め、ドイツ君主は神聖ローマ帝国の東京の地に住むスラブ人への支配を再び確立し、1134年にドイツの貴族アルブレヒト1世が皇帝ロタール3世よりノルトマルクの地を与えられた。スラブ人はその後東方植民の間にドイツからの入植者に吸収された。アルブレヒト1世の下で教区が設置され、それらは私壁に囲まれた町とともに、外からの攻撃から住民を守った。修道士及び司教の来訪とともに、ブランデンブルクの新たな歴史が始まり、辺境伯領は発展していった。この地のアルブレヒトの支配は、数十年間名目上のものであったが、ベンド人に対する軍事面及び外交面での様々な活動を行い、12世紀半ばには実質的な支配が行われるようになった。1150年、アルブレヒトは最後のヘベリ族の長であるキリスト教徒のプリヴィスラフからブランデンブルクを正式に受け継いだ。アルブレヒトらアスカニア家の一族はこの地のキリスト教家を進めた。ありがとうございます。